お、ゴスケでございます。電気つけようね。よいしょ。さてと、今日はね、よいしょ、今日はまあお仕事しながらちょこっとね、開封動画を、開封動画っていうのかな、まあいいや、一応開封動画でございます。よいしょ。今日も雑談メインになっちゃうかななんて思うんですがね、じゃん、大江杉家ジャパン、ね、メイドインジャパンの誇りでございますね。大江杉家のものづくりの精神って俺すごく好きで、すっかりファンですね。まあいろんな動画をね見させてもらって、その中で、ああ大江杉家って会社はすごくいいなって思うんですよ。うん、今ね、OS さんで作ってるメインの主力のものを使うような車を持ってないので、うん、何も売り上げに貢献できないんだけど、まあ、せめてものということで、OS さんのアイテムを買いました。はい。あのね、以前の俺、クラッチ、OS のツインプレートのクラッチがすごく欲しかったのね。でも R33GTR に乗ってた時に、32の GTR の後期からクラッチがプッシュ式からプル式に変わったんだよね。でプル式ってプッシュ式に変換キットをつけてから、あのプッシュ式と同じような感じでのクラッチを組まなきゃいけなかったわけだから、 OS ツインをつけるためにはそのプル式の変換するものをつけなきゃいけないっていうので、ちょっとなんか余分なものをつけるとそれだけトラブルがあるわけじゃない。久々にエンジンかかったな、おい。で、まあで、その当時その特許、プル式のクラッチの特許を確かね、エクセディっていう会社が持ってて、でエクセディだったらプル式のまんま、そのまんまのものが使えるということで、エクセディのカーボンツインプレートを買った記憶がある、うん、そうなんだ。まあ全然話がないと脱線しちゃった。そうね、まあいろいろね、そういう特許の絡みだなんだかんだっていうのがあるんでしょうね。でもまあ、OS さんの商品、製品、ものづくりの、ね、あれ、で、いつかはね、夢だけど、OS さんの TC24 エンジンね、まあ今頼んでも 2年待ちとかみたいなんだけど、で、そのエンジンを積む箱がないんだけど、だから、箱スカとか S30 の Z とかすごく高くなってたじゃない。だから積む箱を探すのも一苦労なんだけど、RB 搭載車なら乗ると思うんだよね。だから R32 のスカイラインに OS の TC24NA で乗せてすっげえ楽しい気がするんだよね。やってる人いるのかな。エンジンありきで、箱はそのエンジンのパフォーマンスをね、こう発揮できる丈夫な箱って思うとありなんじゃねえかなと思うんだよね。うん、ということで、はい、開封です。まずはこれね、本当はね、紺とか黒が欲しかったんだけど、残念ながらなくて、でもまあある色、サイズである色っていうんで、これ T シャツ、これもちょっと単純のエンジンかけていこうかな。うるさいって言われないように、周りがうるさい時にかければ大丈夫じゃん。かけてないからさ、はい、ね、社員の皆様とか、トミーと持つの富松さんとか、出森社長とか、みんな動画の中で、ノスタルジックトゥーゼイズとかの時に来てたやつ、あ、これいいなと思って、サイト見たらまだあったんで、買っちゃおうと思って、買っちゃいました。とっても嬉しいです。はい。
かけたぐらいじゃな、ダメなんだけどね。ちょっと走ってくるぐらい走ってこようか。いやでもちょっとな、まあ暖かくなってきたし、いい季節だからね、ちょっと仕事お休みして走りに行ってこうかなーって思ってあります。という形でもう一個開封はこれ、この間ねちょこっと紹介させてもらったやつね、これを押していこうかな。ね、ハンドセウン、セウン、ソウイン、手縫いモデルってやつです。音入ってる？V2の音。ね、本当便乗してブンブンやってましたけど。手縫いのマルチはとりあえずこの容量に対してこんだけ。1、2、3個、とりあえず3個だけで、今日あれを使おう。どうやってやろう。どうしよう。まあいっか、どうしよう。これをね、実践デビューの日ということでね、これ僕はオール2000ユーザーもすっごく増えてきたんで、まあ改めてちょっとね、こういうのやってみようかなと思うんだけど、このセッティング、これで刃の厚みが19ミリの何て言うのかな、19ミリの抜き方に対応してるのね。なのでこれの厚みがどんぐらいかいな、5ミリ、もうちょいあるか、6ミリぐらいあるのかな、ちゃんと測ってないけどごめんね。たまたまあったのがぴったりだったんだけど、これでドンって落とすとギリギリちょっと入らないかな。だから要はアクリル刻印10ミリ厚のものにだとこの布だと合わないのね、空振りしちゃうの。だからこれをちょうどいい高さになるんでこれを使ってます、うちはね。でアクリル刻印を打つんだけど、その前に少し水分入れとこうかな、裏から入れようかな。これはね、表もちょっと入れたいな。皮によるんだよね、ほんと。こいつは表は入れなくて大丈夫。でシミになるのが嫌だったら全体的にいった方がいい。であんまり何回も同じ皮でこれ繰り返すと油分が抜けてくるんで、その時はまたね、改めて油を入れましょうみたいな感じだけど、こうしてまあいつもね、これはなんとなく目で合わせてやってたんだけど、ここにねガイドのラインが入るんで、きっちりとね狙ったところにね、この下面のラインに対して刻印の位置をピタッと平行っていうのが見れるんだよね。でこれで変に挟み込んじゃってるとこいつが割れちゃうから危ないんだけど、危ねえ、これじゃダメだ、これを一緒にプレスしないことね。まあこうやってぴったり合ったなと思ったら相当外してもいいかもしれないけどね。バシッとね、この平行に押せるっていうのが
自信がないっていう人はこれはとってもね強い味方になると思います。毎回毎回ねこういうの例えばだけど同じ位置に押したいと思ったらこんなこの形だよねのここの場所に行ってこうここに革を張ってんでここにこうセットしてギムみたいなのはあったりするんだけどその都度作ってらんねえじゃんっていう。そう考えたらこれがあったらすごいいいよねって。失敗しようがないよな。だけじゃないやつ。だけじゃないやつ。これがないときは、やっぱ若干緊張感はあるよ。ないと。だって今までこれ使ってないんだから。ね、こう置いて合わせて、暗いとは言ってこうやってやって、まあバカ棒ここにポンと置いてもいいんだけどね。バカ棒、バカ棒通じる？そう、こうやってトンって当たったりとかするとそれでずれたりするしさ。まあね、過去にそうやってやらかしてしまってちょっと位置がずれてこれ気に食わんってなったやつとかはあるのよ。これはエクストラハードバージョンって入ってんだけど、要はもうこれ裁断するときにさ、もうポンポンとこう置いてこんぐらいみたいな裁断するときのジグになっちゃってるけど、こういったロスがないじゃんという感じでございます。はい、これはね、一回水、刻印大きいの入れてるんで、水に入れてるんで、割と平らですよね。これは巻き癖が残ってる。ね、銀が外側向いて、内側向いてっていう風な感じでね。まあ、内側向いてる方がまだいいかな。まだいい。これだとね、刻印が押すときにずるってずれたりするんだよ。だからめんどくさいけど、こういうのっていうのは平らに戻してあげるとか、こうね、巻き癖をこう、なるべく取るようなことをしてあげるとか、した方がいいと思う。うん、ね。って感じで、これはね、皮によっちゃ本当、なかなか戻らないものがあるんで、だからこれって俺すごい使うのよ。ね、もう戻ったでしょ。これやってない方、この差です。この差、この一手前で失敗がぐんとしづらくなる。よいしょ。で、今これやってるのは本当、今回のロットはこれもだな。ほんの数は少ないけど、こんだけだけど。手縫いモデルもちょこっとだけやろうかなと思ってるのね。で、今後どれぐらいの数をそれでやるかっていうと、全く決めてないです。全く決めてない。単発で終わっちゃうかもしれないし、たまにはやるかもしれないし、しょっちゅうやるかもしれないし、わからないんだけど、そ
それなりにお値段をつけさせてもらいます。高えとはならないと思うけど、それなりにね、やっぱ手縫いのモデルの方が値段はつけていこうかなと。でやっぱりね、手縫いで頑張ってる方々はそれなりの値段取っていいんだよっていう気持ちもとても強く持ってるので、そこはね、だから僕がもね、手縫いだよっていうものに関してはドンって値段をつけていかなきゃなって思ってます。まあ売れなくてもいいんだよ、残ってても全然それはそれで。ああずれてない。メモリもついてるんでね、大体下から何ミリっていうのは大体これで合わせることができるね。これはいいよ、うん、これはいいわ。なんか大丈夫かな、こんぐらいかな、どうなんだろうとか思わないで済むじゃん。この合わせ方よな、これがあるんで、これをここに干渉しないように、それかこうしてここでこうピシッとその位置に合わせて、あ、ずれた、ずれないように、まあね、こうやって微妙に合わせるのに時間がかかるんだったら、スパッと素直にこれ使った方がいいだろうって気もするけど、いいね。手縫いモデルやるぜっつんで、これ写真撮っとこうかね、ブログに告知しましょう。はいはい、よっ。あ、いかん、落ちたネジ。カステラをもぐもぐ食ってます。これのセッティングなんだけど、これね、いろいろこうできる風になってるのがいいよね。いつも自分がよく使うサイズの場合、まあいつでもこんなネジをつけたり外したりするだけなんで、ね、こうやって付け替えればいいだけなんで、どうにでもなるんだけれど、しまう場所とかさ、
このね、この傾きとかさを考えると、どういうふうにして置いておくのが一番いいかなって思ってるのね、今。こっちじゃなくて、もう一個こっちに出しちゃおうか。よいしょ。こういうのがね、最近俺ちょくちょくチョロさんにのことを言及するんだけど、あ、ここがいいかな。あ、ここがいいな。ね、うちで買ってもらった工具とか道具とかを、あ、こういう風な使い方があるんだみたいなのが発見すると、とっても嬉しかったりするのね。あ、そうよな。ここの3つとここのこっちとピッチが違うから、こういうの考えるの得意そうだもんな、サンタ屋さんね。うん、ここでいこう。ね、いろんな使い方がこれをちょっと想像できるよね。うん。で、そう、こっち側にあんまりビョンって出っ張ってんのがちょっと嫌だったのよ。で、しまっときとかもね、変に出っ張りがあってこう引っ掛けて割ったりとかするのが嫌だったんで、これの方が安全性高そうじゃない？で、これぐらいの幅までの刻印がうちは多いんで、ね。いい感じだと思います。はい。そう。大杉健さんのことはもうちょっと話そうかなと思うんだけど、これね、ちょっと質問もらったのよ。時計買おうかなと思ってんだけど、いつもチラチラ映ってる、これ何っていうご質問をいただいたので、これね、これ最初買った時は、そこまで高くない。まあ高かったよ。とっても高かったんだけど、500円玉貯金して買ったんだけど、500円玉バンバン入れて、こんぐらいの缶あるでしょ？ね、あれに500円玉入れて、時には銀行に行って、1本くれって言って、2万5千円か、1本ね。で、1本丸ごと両替してきて、ガラガラ、俺何やってんだろうなんて思いながらも、早く欲しいもんでさ、あれ結構重たくなるんだよね、ずっしりね。それで買ったんだけど、当時のね、買った値段の今、3倍はいかないけど、倍以上にはなってる。もう今ちょっと買えって言っても、ちょっと嘘だろっていう値段なんで、今買えねえかなと思うんだけど、これです。ね、ロレックスのサブマリナ。これね、欲しかったんですよ、すっごく。デザインが好きで。俺、初めて買った腕時計が、親戚のおっちゃんが買ってくれたんだけど、社長の親戚のおっちゃんがね、お袋の兄貴か。おじちゃんが。それがセイコーのダイバーです。これすっごい気に入ってたんだよ。10年以上ずーっとしてたのかな、電池を変えながら。中学校の時に買ってもらって、大人になるまでずっと使ってたんだけど、24、5まで使ったんじゃないかな。で、やっぱ、このデザインがモチーフになってんだよなと思って気がついてさ。で、もうすごくずっと気になってて、で、頑張って買いました。はい、重たいし、たまにオーバーホール出さなきゃいけないんだけど、もう5年ぐらい出してないのはちょっとまずいなとは思うけど、でも、そう、あのね、毎日5秒ずつ進むとか、当たり前なのね。遅れ始めたら、あ、やばいと思ってすぐにオーバーホール出すんだけど、今ね、ものすごい狂わない。
もうオーバーホール何回出したかな、 4,5 回出してるかな。でもうん、でこけた時にはすごい傷ついちゃったんだけど、それもね、磨いてくれたりとかしてすごい気に入ってます。もう多分これ一生使うんだろうなと思ってますけど、うん、すごく気に入ってる。痛いんだよこれ。初めてした時、これがね、リューズがこう普通オフセットしてたりするんだけど、まんまここにあるから当たってここが痛くてさ、痛くて痛くて、でもそのうち慣れちゃったね、うん、そう、クソ重たい。何もいいことないけど、とってもデザインが気に入ってるんで、うん、ずっとしてるねこれ、ずっとしてる。さてと、なんかさ、ひけらかすより嫌じゃない？聞かれたから、聞かれたからお答えしたけどね。多分売ることもないでしょう。多分一生使うと思います。なんでこういうものを高くなるのかね。単車もそうだけど、売っちゃった車はね、とても苦労し、なんていうの？後悔してるけど、持ってる単車はちょっとほくそ笑んでますよ。高くなったから何って思うんだけど、ね、当時から持ってる人にとってはそんな価値のあるもんじゃないとは思うんだけど、当時他にもね欲しい時計があって、あのベガスとかさ、知ってる？なんだっけ大元の名前、クレイジーアワーとかね、あれはでも買えなかったな。たまたま行ったショップで見かけて、今買わなかったら多分もう二度と会えないですよみたいなことを言われて本気で悩んだことがあるんだけど、当時そこの価格で250万ぐらいじゃなかったっけかな。すげえ欲しいけど、でもな、俺なんかがしてても偽物としか思われないだろうなと思ってやめちゃったんだけどさ、まあね、時計にも携帯にも時計なんてついてるしさ、なんていうのかな、ロマンだよな、うん、今腕時計しない人もいるじゃない。でも俺たちはこうアクセサリーらしいもんなんだよ、あんまりつけないじゃん。だからせめて時計ぐらいはみたいなはあるけど、あとこれかな、これはずっとお気に入りでずっと使ってる。これね、どんどん話が脱線してる。これはまた今度の機会にしよっか。あ、まあついでだから行こうか。 OS 技研さんからどんどん話がそれてる。こんな風にさ、明治33年とか、大日本大正何年50銭とかね、これ周りに桜がバーって入ってるけど、これは50銭とか、アメリカはね、銀貨ですよ、銀貨、昔のね、を丸めて作ってるやつなんだけど、これ作ってもらったんだけど、もうすり減ってしまって模様が分かんなくなってる、うん、これもねコメントでいただいたんだけど、いつもチラチラ映ってるやつ、それ同じの買いましたって方がね、真似させてもらいましたなんていう方いましたけどね、全然いいですよ。なんかとっても気に入ってますこれ。アクセサリーの類はこれしかしてないね。時計はアクセサリーってもんじゃないんだけどさ、そう、そんで OS 技研の話に戻りましょうかね。この間もね、ああいかん、
僕のね好きな YouTube チャンネル、あのタネグッチャンネルとか、富宅チャンネルとか、リバースさっきのチャンネルとか好きなんだけど、ちょいちょい出てくるんだよね、大江杉健さんはね。でずっと面白く拝見させてもらってるんだけど、そんな中でね、出森社長とかがね、いろいろいいことを言われてたりとかして、例えば車とかのピストンとか作ったりするんだよね。昔はバイクのピストンとかも作ってて、要は単気筒のバイクってピストン1個しか使ってないじゃん。それに対してね、4気筒のバイクとか、4気筒の車なんか4気筒がほとんどでしょ。まあ軽なんか3が多いけどね、6気筒、8気筒、12気筒なんてあるけど、1台分に対してね、12気筒の車なんて12個のピストンついてるわけじゃない。要は単気筒のバイクのものなんて売ったって儲けが大して出ないらしいのよ。でも損してでも作れと先代の社長がねいうような話とかね、でなんでかみたいなのとかね、うん、それとかこういう技術っていうのは今どん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 海外に流れてしまって、日本でね、ものづくり大国日本なんていう言われてたのに、気がついたらそういう技術が必要なものとかってどん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 海外に技術も流出しちゃってるし、ね、国内でもそういうのを追い求める人も減ってしまったような中さ、いまだにそういうところを走り続けてるしさ、で失ってしまった技術はもう二度とね、二度と手に入らないというか、入らないものもあるだろうし、ロストなんとかって言ったらね、だから絶やしちゃいけないってね、で頑張ってくれてるみたいなところがあって、メイドインジャパンの誇りだよね本当に。そういうものを感じて、この大江杉健さんっていうのはすごく俺好きなメーカーさんになってるのね。まあ今は大江さんのね、その主力の商品を使うような乗り物には乗ってないんだけれどさ、だからせめてと思ってトレーナーを買った次第なんだけど、だからこの例えばね、これじゃないな、ミネルバリス塩とかミネルバボックスとかはっていうのは、マタラシカルロ社っていうイタリアのタンナーね、革を作るとこで一度耐えてしまった技法みたいなのよ。もうこんなんやっても儲かんねえしとかね、なんていうのかな、採算合わねえしとかで、もっともっとね大量に作れる方法とかが編み出されて、どん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 楽な方へ流れていって、その方が利益率もいいからってやる人がいなくなってしまった。すごい手間暇がかかって作ってる革なんだね。でもそれを何て言った、名前を忘れてしまった、なんとか博士みたいのが現代によ、ね、昔のレシピをなくなって失われてしまったそのレシピとかを研究して、で現代によみがえらせれてね、100年前とか200年前とかもっと前なのかな、わからないけど詳しい話は、そういったね、一度消えてしまったものを現在によみがえらせて昔ながらの製法で作ってるものなのね。だからこそのこの風合いであったりとかね、他にはない、だからすごく大事にしたいみたいなところがあって、僕は結構好んで使ってるね。ミネルバボックス、ミネルバリス塩、プエブロ、僕のところで使ってるバタラシカルロ社の革はこの3つなんだけど、とっても、うん、そういう重みを感じるっていうのかな。僕らの技術なんてのは大したもんじゃないんだけど、
それだってこうやってね、少しずつでもなんていうのかな、こう映像とかにね、こうやって残していけば耐えることなく誰かが真似してくれるんじゃないのみたいなところはあるよね。僕はどちらかというとこう、そういう云々観音よりなんていうのかな、まあ技法的なこととかも言ったりやったりしてるけど、そういう気持ち的なところはね、こういろいろ伝えていきたいなと思うことは多数言ってるつもりかな、かなってなんかトーン落としましたけど、今回のロットはね、前回のロットでこう余分に裁断したみたいなのが少しずつ溜まってきたので、それにプラスして使い切っちゃおう的なところもあります。ねえ、一度失われてしまったその技法みたいなものを頑張って復活させた、僕らも僕らでね、こういうものは労働力の安い海外にで作らせて、で国内に輸入して販売してっていうのが方向にどん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 流れていってしまった。で国内でこういう仕事をする人ってどんどん減っていってしまったところで、なんとか踏ん張って頑張ってる。だからね、価格じゃかなわないんだよ、そういう人、そういうルートで通ってくるものを。でもさですよ、顔が見えないじゃん、作ってる人たちの。なんかライダースミニウォレットなんて名前をつけたりしてるけど、まあバイクが好き、車が好き、でそういうメーカーが好き、そんなおっちゃんが作ってる男臭いデザインみたいな、なんちゅうのかな、そんなもんは一切見えないわけじゃん、そういうのって。なんていうのかな、海外のものってさ。でもな、格差がね、その安い労働力って言われてる中、どん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 円が安くなり続けてきて、そこの差ってあんまりなくなってきてんじゃねえのみたいなとこあるけどね。逆に輸出のチャンスだったりと、うちのオールニセンとかね、レースメーカーとかね、レースメーカーがこの間イギリスに送りましたけどね、見てるんだよね、見てる人は。よいしょ、メイドインジャパンの誇りをね、こうまた取り返さなきゃいけねえなってね、偉そうなこと言ってますけども、大江杉健さんはね、そういうのを本当に感じる会社ですね、とても大好きです。はい、てな感じで今回の動画はこんなもんにしときましょうか。よいしょっと、あれはやったもんね、不知念はね、この間ね。はい、てな感じで今回は終わります。じゃあね、バイバイ。